さてスタジオには伊樹トークを立ち上げた小梶柊さんと引き継いだ遠田一馬さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず何ポーズですかそれ。これは能登半島のポーズ。あ、能登半島な、はい、向こうから見ると能登半島な。ポーズもバッチリ決まってました、はい、まず遠田さん、伊樹トークを引き継いだ今のお気持ちはいかがですか。はい、はい、そうですね、あの今映像にもありましたけれども、私自身4年ほど前に伊樹トークに参加したことをきっかけに実は移住したんですね、はい、でそういう縁がありまして、あのそこでたくさん友達ができて、で地域おこし協力隊の時もああいったイベントで、まあ、実際にこう実行部隊することができたっていう恩がありますので、まあ、これをこう引き継いでこれからも継続的にやっていきたいというふうに思っております。小梶さんは、まあ、この伊樹トークの発起人であるわけですけれども、はい、伊樹トークで大切にされてきたことって何ですか。そうですね、やはりその知らない土地からこうやってやってくる人たちがこう出会うんじゃなくて出会ったと、その出会ったあったこの番組の出会ったと ATT ありがとうございます。ありがとうございます。これをやはり大切にするということが、まあ、僕ら一番大切にしているところであります。はい、伊樹トークのこの場所っていうのは地域経済にとってもこう活性化のいい刺激になったりしますかね。そうですね、当初はそうは思ってなかったんですけども、はい、やはりその回数をこう重ねていくにつれて、まあ、移住者の方でもスキルがあったりとかさまざまな経験をされている方がいたので、そういう方たちがこう出会ってコミュニケーションを取る中で新しいものが生まれたりっていう意味では、そういう可能性もすごい回数を重ねるたびに感じました。皆さんにとっても本当刺激のある場所になってますよね。で遠田さん、これってあの、まあ、人口減少がどんどん進んでいる中ですけれども、その対策にもつながりそうですね、はい、そうですね、まあ、もうちょっとこう広い目で考えますと、この移住っていうのは、まあ、あのこう地域地域でこう人を奪い合うのではなくてですね、まあ、その人らしい暮らしをその地域で実現するってことがこう移住だと私は思っているので、あの主体的な人生を歩みたい、なんかこうきっかけがないだけどこうあのその地域でやりたいことをしたいときにあの話す人がいなかったりとか、つながりがなかったりとか、まあ、そういう環境が大いにあると思うので、あのこういった移住トークという環境があることによって、あのそういったつながりを生んでいって、でそういった場所が継続的にあるってことが安心感につながっていくと思っておりますので、はい、まあ、継続的にやっていこうというふうに思っております。心強いですよね。そうですね、うん、ではあのこの移住トークを立ち上げた小梶さんから、はい、引き継いだ遠田さんにここでエールを送っていただくことはできますか。そうですね、はい、やはりその一つ一つのまあ出会い、出会った、はい、あった出会ったを大切にして、はい、あったかい関係性をこれからも築いていっていただければ、はい、あのそれはいろんな移住者も喜んでくださると思いますし、あの日本か関係なく海外も含めてそういうのができればいいなと、これからも応援しております。ありがとうございます。遠田さん、それを受けてどうですか。いや、この番組でよかったなと思いました。すごい寄せてくださいましたよね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。伊樹トークありがとうございます。さあ、今日は伊樹トークの小梶柊さんと遠田一馬さんにスタジオお越しいただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。